国際顧問、さすがある人、そして練習レポラーとか、こんなところで安定感保てないんですけど、私を教えながらディスプレイスケートなんで、なんとなくできるんですか？なんの問題もね、私はこの力を入れて、使って、本場だか本場だか、押しやすくなるかもしれない。ダーンとね、なんの問題もないです。で、押し合うのも、様子が違うのでも、嫌じゃないですか。感覚的に分かりました。だって乗ってるやつ、しがみついてても、押して離す。ただ乗ってるだけだから、逃げられちゃうっていうのを分かってもらいたくて。押してもらえる。戦ってないのかよ。仮に顔をしていい。そんなに、そこで逃げられるから、逃げることが自分に返ってくる。両手でもないし。より苦しくないと思われない。じゃあ、一般的には押していくないと、ほとんどじゃないやつ。でも、見つけるように逃げられるから。脱力呼吸大事だなーって思うようになってくる。力抜いた方が嫌です。来るから。触れたら、それで一緒に感じていけば、いつも私がやってるんだけど、本当はすごく雑なくなる。でもそれだけでしょ。タッチが違うのが全然、乗り方が違うのが。それはもう受けた方がちょっと来てもらって。これはセミナーでやってないです。セミナーはいきなり抑え込むところから、途中誰かが質問してて、そういう時に、私が下の時に、この状態があって、あ、これ、大丈夫、わかりやすいなと思って、いきなりこれ、ちょっと思いついた。本当はもう、ここでやるんです。で、こう、アクションを起こすところで、何もやるでしょ、タップしても誰だよ、今、聞いてるの。だから、電車なんないから、でも分かんないし、何が起きてるんだよ。だから、この辺、腰の近くに乗ってた方が、ただ、ここに乗ってるだけ、押せば、絶対スケールできるかもしれない。何の問題もないじゃん。コネクションを使うんだよ。そういうふうに。体重が外れないです。くっついてるんだ。押しても効かないのに、ずっと上から落ち続けてるわけじゃないので、どんどん深みに上がっていく。ところが、持っていかない。全然違う。この辺を買わせる。こっちはもう、ゆっくり押してる。自分の体力が入ってきた。押す力全部、自分の体力が入ってきた。戻ってきた。うん。こういうことだ。安定するし。動かないかもしれない。自然だったし、ギャーッとブリッジなんかしたら、どうだろう。ギューッとどうでしょう。こうやってやばいんですよ。ちょっと脱力を押されても、で、今日は立ったとしても、今まで楽しかったら、押してます。おー。力入りなくて、はい、こっちが出てきた。ということで、押すと、こういうの。振ったんですよ。でも、全部緩むじゃん。それでも倒れるんですけど、これでも、真ん中をしっかり押さないと硬いんですよ。おお、でも力は出てる。そう、これ。これみんな、1日2時間ぐらいやったら、毎日毎日2時間やってみるのかな。うん。でもそういうことだと、こう、まあ、この辺押されても、こういうことだ。まあ、強い人たちの、それが、このカチカチのまま行くと何もできない。
それをこう上から。で、最初ちょっと下になっていただいて、やったことある人同士の方がいいですか。最初その下が乗ってもらって、あんまよくなくてですね、お腹の上ぐらいに膝型の部分を使ってもらって、肘と膝をつける。上の人の練習なんで、高島さんは、たくさんおしゃれにですけど、してもらって、たくさんが自然落下してくれれば、ポジション変わんない。手が逃げられないところがあって、それでちょっと練習したいと思います。そうなんか、このことは何もならない。こっちはディスコレクトして、リラックトしてるんで、マウントでもそうだし、パスガード仕掛けるウェブランプの最初の使い方のところをすごいやりましたね。4つぐらいのポジションしかやらなかったです、3時間。これだけで3、4時間。次の3時間。それがいっぱいいたんですよ。たくさんテーマはないんですけど、最初は脱力とコネクション。最初の。で、コネクトさせました。踊るんですそこでコネクトしてる。では、これは押してるだけで高島さん向かっていきます。これはコネクションでも何でもないです。これコネクトしてる。触った瞬間を見つけたら、それを体の相手に当たるところを全部使って踏み出すっていうのが、ちょっと今日、変わってくると思うので、じゃあちょっと組んで、リアクションを経験しなくて、あとは、ちょっと最初、3人で、ちょっとこういう流れで、ちょっと、君技も、君技も、はい。で、プレゼントとしては、ミスっていうのが、僕が好きで、ミスっていないで、最初だけ。今もあんま使われてない。君技も、こうやっても、こうやっても、それ以外は、本当にできたと。落ちてくるといいもんね。これ重いよ。自分が上にいる時のハードルが上がる。マジで。そうだったらこれ全然落ちてくる。本当お金になる。じゃあ、それ作るでしょ。あの、この時点でも言うと、落ちてんのなんか、優勝のやつになって、軽くになって、動かされちゃう。センサーとか斉藤さんをこうやって2回目ぐらい、うん、ちょっと先週よりは動きがかかってるから登ってくるから違う上からもう変えられてめちゃめちゃ重いしめっちゃ重いしめっちゃ重いしこれすごいやっぱりで、火にひざつけないと火がつけないと片手で斉藤が集中したあとは、触り方は、どうしてもちょっと、半分フリーで仕留めに行きますから。
肉厳しい、簡単になってくるわけだよ。今のキャッチがある。